オリエンタルシャーペイとは、アメリカ合衆国原産の愛顔用犬種である。愛称で、オリペイと呼ばれることもある。1975年代にシャーペイの小型版である、ミニチュアシャーペイのブリーダーが、その犬種の健康を改善するためにパグを少々遺伝子プールに加えることによって、ミニチュアシャーペイの外見を保ったまま作出された。それにより、 さらに目の周りに集中した皮膚が改善され、緑内障のリスクをもっと減らすことができた。ミニチュアシャーペイのブリーダーからは批判を受けているが、オリエンタルシャーペイの作出者は、商用のために過度に特徴を誇張し、健康を損なわせるのは、犬種の質を悪化させることにつながり、それを改善しないブリーダーの方が、むしろ批判されるべきであると反論した。 この発言の支持率は今でも高く、オリエンタルシャーペイは多くの愛好家を得ている。外見はマズルと耳が黒いこと以外、ミニチュアシャーペイの姿を保っている。マズルもパグのように潰れないように慎重に交配させたため、元の形を保っている。体高は31から38センチメートルで、ミニチュアシャーペイやシャーペイよりも小さい。毛色はホーンやウルフ、ブラックなどがある。 コートは短いが、シャーペータた、ね、本来のザラザラしたホースコートタイプと少しだけ長くて柔らかいブラシコートタイプの2種類がある。性格はおとなしいが、少々頑固である。デズモンド・モリスの研修辞典、デズモンド・モリス著書、福山秀也、大き拓役生分道振興者、2007年、ありがとうございます。